リチャード・トッドは、イギリスの俳優。アイルランド・ダブリン生まれ。父親は、医者で、ラグビー選手でもあった。少年時代はインドで過ごし、帰国してサンドハースと王立陸軍士官学校で、学ぶ。その後イタリア・コンティ・アカデミー・オブ・シアター・アーツで演技を、学び、1937年に、俳優デビュー。ダンディ・レパートリー・シアターの創設メンバーの一員となる。 その際、費用年出のために、父から受け継いだ広大な農場を売り払ったという。第二次世界大戦中は落下3連隊に入り、ノルマンディ上陸作戦に参加するなど活躍した。戦後は劇団に戻り、1949年に映画のスクリーンテストを受けて、スクリーンデビューした。アメリカ映画出演第一作、命ある限りで3週間しか生き延びられない。 スコットランドの負傷兵を演じ、アカデミー主演団優勝にノミネートされた。気真面目な中にもユーモアを感じさせる役を得意とし、1955年の暁の出撃や1962年の史上最大の作戦など、しばし軍人役を演じたが、その一方で時代劇のコスチュームもまた似合い、1952年のディズニー映画、 ロビンフッドで人気を博した。ダムバスターズスター、リチャード・トッド・ダイズ・ウェイジド90、ヤフーニュース・ロイター・ハット、BBC ニュース、ダムバスターズスター、リチャード・トッド・ダイズ・ウェイジド90。 ニュース b b c uk, b b c o u k http://news.bbc.co.uk スラッシュ2スラッシュハイスラッシュエンターテインメントスラッシュ 8394812.stm2009 年12月4日閲覧バーシティマッチベニューズアンキャップドバーバリアンズスクラム .com 2010年2月17日閲覧 リチャード・トッド デイリーテレグラフ h t t p w w w t e l e g r a p h c o u k n e w s obituaries c u l t u r e s obituaries f i l m obituaries 6743553 ric h a r d todd.html 2009 年12月13日閲覧。アンブローズ、スティーブン・ E、ペガサス・ブリッジ、ロンドン、サイモン・シュスター、P105、ISBN0 から7434から5068、50 X。ありがとうございます。